のメガネです今回はちょっとね、雑談会ということで、こちら、Galaxy Z Fold 5についてのお話をしていこうかなというふうに思います。まあ、ラジオ感覚ででもね、聞いていただければというふうに思います。今回、今、まあ、Galaxy Z Fold 5 AU で購入したんですけれども、購入して3ヶ月ぐらい経った12月の、まあ、初旬、中旬ぐらいに、まあ、ミスってね、落としてしまって、ディスプレイにね、傷をつけてしまったと。まあ、ディスプレイに傷がついたまんま使うのはね、さすがに広げてしまうということで、修理に出したんですけれども、まあ、その修理費用が最終的に、 っていうぐらいかかったっていうお話をしていきます。で、一応ね、サムスン公式サイトにはディスプレイ効果はマックス10万円かかるっていうことでね、かなり絶望的な金額なんですけれども、まあ、今回の動画ではどういう感じで手続きをしていくらかかったのかっていうところをお話ししていきます。今回の件で被害に遭った Galaxy Z Fold 5に関しては au 版で予約して端末だけ購入しました。で、故障紛失サポート系の保証とかは特に入ってなくて、まあ、スマホ得するプログラムには入っているっていう感じですね。ディスプレイに関してはメインディスプレイの右下の方 に小さな打傷、まあ、ぶつかった傷がででできたたたっっててていいうケースで、まあ、今回の修理は進めていたって感じですねただし、まあ、今回のケースっていうのは個別のケースの一例に過ぎなくて、まあ、たまたまね、自分が破壊した部位が結構小さくて、で、au ショップの来店予約ができて、修理がスムーズに完了して、で、まあ最終的にね、本日12月24日の16時ぐらいに撮影してるんですけれども、まあ、この日、クリスマスイブに何も予定がなかったから、こうして無事に返却されたっていうことで、まあ、複数のね、要因が重なったラッキーケースに過ぎないよというところは念頭に 置いていいいてただければという,ふうに思いますこれから折りたたみスマホを買おうかどうか迷っている方だったり既、まあ、に折りたたみスマホを持ってでちょっと破損とかそういう故障が心配っていう方の一助になれば幸いです。ということで雑談形式で破損から修理して帰ってくるまでのお話やっていきましょう。 ということで、破損から修理して帰ってくるまでのタイムラインは全体的にはね、こんな感じになっていて、2023年12月10日、まあ今日が24日なんで、2週間ぐらい前の昼過ぎに、撮影中に三脚から落としてしまって、メインディスプレイの右端に、ダコン傷、ディスプレイの破損ができましたよと、まあその日のうちに気づいて3時のおやつくらいに、ギャラクシーの原宿に行って、まあ即日修理できるか聞いてみたら無理っていうことで、ネット予約してくださいよと。年内の修理予約は全部埋まってたんで、まあ年内に修理することはほぼ不可能 っていうこととが分かりましたとで、そのまんまね、爆速で AU ショップに駆け込んで、即日修理できるかを聞いたんですけれども、まあ、即日修理が無理で、そもそも来店予約して修理の相談が必要っていうことで、まあ、その日は来店予約だけして帰りましたよと。AU ショップの来店の予約と自分の予定がかみ合わずに、まあ、最終的にはね、5日後の金曜日に来店して、預かり修理っていう形で預けて、まあ、そのまんまね、修理してもらうって感じでしたね。で、この時点でね、引き渡しまで2週間以上がかかるっていうことで、もうほぼね、死刑宣告を食らったんですけれども、最終的 最速では夕方お店が閉まる前に取りに行けばもう回収できますよって話だったんですけれども、まあ、自分の場合だったらちょっと予定が噛み合わなかったんで最終的に12月24日の朝に取りに行って最終的に費用は丸○円っていうことで終わりましたよともちろん個別ケースなので全員が全員こんな感じで済むわけではないんですけれども、まあ、今回に関しては2週間で破損から修理して帰ってきたっていうところですね でまあ、具体的にどんな感じかって話なんですけれども、まあ、シンプルにギャラクシー Z フォールド5を落としてしまって1回手でキャッチしようとしたんですけれどもそのままぶつかって床に落下で、まあ、その時にね大きな画面割れはなかったんでそのままね撮影してたんですけれども、まあ、撮影が終わってディスプレイ見たらダコン傷があってもう完全にね絶望したという感じですねでまあ幸いなことにね割と近場にギャラクシーの専門店のギャラクシー原宿があったんでそのままね家出て原宿に向かいましたよとでただしねギャラクシー原宿で修理する場合っていうのは基本的には修理予約が必要で、まあ、現地 に向かう電車の中で予約しようとしたんですけれども、まあ、基本的には予約っていうのはほぼほぼできないぐらいパンパンに詰まってるんで、まあ、とりあえずネット上で修理予約はできなかったよとで、まあ、現地に行ったらワンチャン行けるかなと思ったんですけれども基本的にはやっぱり修理予約が必要で予約に関しては年内はもうできないくらいパンパンだったとギャラクシー Z フォールド5を修理するパターンに関しては3種類あって、まあ、1つ目がギャラクシー原宿の修理予約が開くのに欠けるでもう1つが au ショップにて預かり修理をしてもらうでもう1つがこちらも au なんですけれども 修理キットを送ってもらってそこにギャラクシー Z フォールド5を入れて修理キットを送り返して修理してもらうっていうパターンですねで1つ目の Galaxy 原宿で修理する場合は即日まあ、大体1時間から2時間ぐらいで修理が完了して即日で受け取ることができるので基本的に Galaxy 原宿でやるのが一番最速でまあ、金銭的にも精神的にも一番安定するかなというふうに思います、まあ、ただね予約が取れないから私の方では au ショップにて預かり修理をしてもらいましたよと、まあ、実際ね来店予約して預かり修理の話をしてもらってそこで 注意点として預ける際には基本的には Galaxy Z Fold 5は初期化する必要があって SIM カードとかも抜いてケースも取り外してお渡しする必要があります、まあ、自分の場合だったら写真とか Google フォトに全部入れてるしアプリ系に関しても基本的にはログインすれば全部使えるようになるしサムスンのスマートスイッチっていうのでバックアップを取っておけばま初期化されて帰ってきた時もすぐに復旧することができてまあ実際にね Galaxy Z Fold 5もスマートスイッチで復旧させることができましたそのまま預かり修理にはなるんですけれども費用に関しては基本的には見積もり でで預かってもらう時には未確定ですよと1円以上の修理費用がかかる場合は事前に電話が来て本当に修理をするかっていうのを聞かれるんですけれどもまあ今回みたいにねディスプレイだけ修理っていうのは基本的には不可能でま仮にカメラだったりあとは基板とかも破損してたら勝手に修理されてで勝手に費用が加算されるようですねまあなのでね電話来た時にまあ全て修理してまあ何十万円かかるかもしくは全て修理しないかの2択になるとでディスプレイだけだったらマックス10万円ぐらいでまあ基板とか全部込み込みだった場合マックスで19万円 オーバーバぐらいいするっっっててう風に、まあ、AU の店員さんはおししゃってました、ね、で、修理期間に関しては最低2週間くらいで、まあ、2週間で行けることはあんまりないかなっていうのが、まあ、AU の店員さん曰わく、まあ、そういう話でしたね。で、受け取りに関してはもちろん預けたショップにて受け取るんですけれども、まあ、修理完了まで2週間くらいかかって、まあ、そこからね来店予約してまだ受け取りに行かないといけないっていうところで、まあ、年末年始挟むからこれまずいなと年末年始 GalaxyZ Fold5 なしでやっちゃうかなと思ったんですけれども、まあ、まさかのね5日後に修理完了の連絡 が来たとというところで、まあ、ここでね金額が確定したかどうかなんですけれども事前に電話が来るのは1円以上の修理の場合で今回に関しては電話来た瞬間にもう0円ですよともう修理完了しましたよというところで、まあ、まさかのね修理費用が一切かからなかったということになりましたねで一応ショップ店員の方には何、まあ、で0円だったのかっていうのは聞いたんですけれども、まあ、au のショップ的にもサムスンにギャラクシー Z Fold 5を送ってで修理完了したものをユーザーにお返しするだけっていう、まあ、仲介業者みたいな感じだけだったんで、まあ、なんで0円になった かっていいうのは謎らしいですねということで事件が発生してちょうど2週間後の12月24日の朝に実際に受け取りに行って書類とか見たりあとはショップの店員さんにもう一回ね0円ですかって聞いたんですけれども、まあ、こちら側は全然費用のこと書いてないので0円ですねっていうことでまあ実際にね0円だったっていうことでまあすごい事なきを得たっていうようなお話ですね、まあ、結構ね15万円かかりましたとかだったら結構インパクトがあってねりルタミスマホってやっぱやばいなっていう風になると思うんですけれども今回に関しては運よく0円で済んだっていうところでまあかなりラッキーだった かなという,ふうに思いますでまあよくよくね調べてみると au の預かり修理のページには費用の話が書いてあるんですけれども今回のケースだったら故障紛失サポートに未加入かつ1年以内の故障購入して3ヶ月目での故障になったので0、まあ、になったのかなというふうに思いますもちろんね注釈にもある通り内部破損が起きてて結構ねえげつないことになってたら高額になる可能性があるんですけれども今回に関してはメインディスプレイちょっとぶつけちゃってディスプレイがやられたってだけなので、まあ、偶然にも高額にはならなかったってだけですかねということで 最終的にかかった費用に関しては込み込みでギャラクシー原宿に行った交通費だけになったっていうことでまあかなりリーズナブルに修理することができたかなというふうに思いますただまあちょっとねなんでこんな5日間で修理が完了したのかっていうのはちょっと聞きそびれちゃったんでそこはねちょっとやらかしたなというふうに思いますまあそれよりもねこちらのギャラクシー Z フォールド5がタダですぐに帰ってきたっていうその喜びの方が大切かなというふうに思ったのでまあこのやらかしたっていうところはなんか神様がいい感じにしてくれたんでしょうね知らんけどでまあ最後に今回 今回のケースからまあ自分なりに言えること、期間の面と金額の面でお話ししていこうかなというふうに思います。で今回は幸いなことに預かり修理で来店してから5日後には修理が完了して、最速だったらその日のうちに返却できたんですけれども、一般的には2週間以上は見た方がいいというふうに思います。まあ、これはギャラクシー原宿の方もおっしゃってましたし、au ショップの方もおっしゃってたので、今回のね内容に関しては、たまたま偶然ラッキーな事例があったっていうだけでとどめておいていただければというふうに思います。まあ、修理のパターンに関してはね、先ほども言った通り、 ャラクシー原宿で修理するパターンと au ショップで持ち込んで修理するパターンと,あと au での預かりキットで修理するパターンの3種類があってゲラクシー原宿の来店予約修理予約ができた場合は60分から120分、まあ、1時間から2時間ぐらいで修理が完了するとでもちろんね費用に関しては無料とは限らないんですけれどもギャラクシー原宿の中だったら即日返却できるというようなメリットがあるかなというふうに思いますただギャラクシー原宿だったら修理の予約がそもそもできなかったので今回のケースみたいに au ショップに持ち込んで修理するっていうのも考えて いいいただければという,ふうに思います、まあ、この場合だったらね時間が結構かかってしまうんですけれども確実に預かり修理になるので、まあ、来店予約ができれば基本的には修理が完了したっていうふうに考えてもいいのかなというふうに思いますで最後の修理キットで配送する場合なんですけれどもこちらに関しては来店予約と自分の予定が全然合わなかった人用のやり方かなというふうに思います実際に自分も保険としてキットを注文したんですけれどもキットが自宅に届くまで34日ぐらいかかったし、まあ、仮にねこっちから変装して修理工場とかに到着するにも多分34日ぐらいか かかって、まあ、そこから修理して電話規定で修理費用があってなると、まあ、それなりに時間はかかるかなというふうに思いますなので忙しすぎたり予定がかみ合わない人だったり確実に預かり修理をしたい人には向いてるんですけれども1秒でも早く修理したい人には向かないサービスかなというふうに思いましたねで金額面に関してなんですけれども今回に関しては修理費用は0円で済んだんですけれどもこれはまあ偶然に次ぐ偶然に違いないなというふうに思いますでギャラクシー原宿の店員さんだったり au の方も言ってたんですけれども、まあ、基本的には10万円ぐらいマック でかかってくるしで修理する際には基板だったりカメラだったりも全て総合的に見て勝手に修理されて勝手に加算されるっぽいので、まあ、費用に関しては結構多めに見積もった方が心の余裕にはなるかなというふうに思います、まあ、今回自分は加入してなかったんですけれども Galaxy Z Fold5 を購入した際に故障紛失サポートに加入していた場合は最大で16,500円で済むというところで仮にこちら加入していた場合は月々1573円の2年間分24ヶ月分で37,752円かかるということで ま仮にね au の預かり修理でディスプレイ交換でマックス10万円かかるっていうことを天秤にかければ普通に保証に入った方が良かったんかなっていうふうには思いますね、まあ、ここに関しては自分のね物の大切にする心意気だったりあとは撮影するとかそういう目を離す隙があるかどうかっていうのを検討しつつま保険に加入するかどうかっていうのを考えていただければというふうに思いますということでま結論としては個人的には折りたたみスマホには多少高くついたとしてもま保証はつけた方がいいんじゃないかな、まあ、特にね初めての折りたたみスマホならっていうのが個人的な持論になります、まあ節約だったり 投資の世界ではは保険は不要ってよく言われるんですけれども、こちらに関してはね、前提条件として、国民皆保険があるから、この議論が成り立つと、一方で、折りたた、ね、みスマホの場合は、皆保険なんてないし、まあ、自分保険しかないと、まあ、これほどね、当てにならない保険はないなというところで、まあ、ディスプレイ破損の金額と、最終的に自分が使い続ける期間と、まあ、月々の保証料を計算して、保証の加入は検討してほしいかなというふうに思います。 というところで今回は以上となります。この動画ではヘマをして Galaxy Z Fold 5を落としたんですけれども、最終的に0円の修理費用で済んでセーフだったって話をさせていただきました。まあ、これがね、折りたたみスマホというイキリガジオタホイホイにまんまと引っかかった情弱の末路かなというふうに思うんですけれども、修理期間も金額も超絶ラッキーでこの結果になったが、まあかなりレアケースかなというふうに思います。今回の動画をご覧になったあなたは折りたたみスマホ、保証サービスのメリットデメリットをよく加味して自分に合った選択をしていただければというふうに思います。幸運を祈っております。 感じでスマホに関しての話もよくしているのでこれからもねスマホに関する話を聞きたいっていう方は高評価チャンネル登録して応援してくださると大変励みになりますいつも応援してくださる皆様本当にありがとうございます私メガネはメガテンポというブログを運営しておりますこちらのブログではガジェットレビューだったり普段の生活作業ワンランクアップさせるようなガジェットハックを発信しております概要欄のリンクはぜひとも足を運んでみてくださいギャラクシー Z フォールド5に関するブログ記事だったり YouTube 動画も概要欄に貼っておきます SNS は TwitterX イ,イン t タグス a ッツやっておりますフォローよろしくお願いします